はい、 GR3X です。はい、今週も、何枚か撮ってきました。ところでこの GR3X を入れているこの収納ケースなんですけども、これは実は Amazon で1000円ぐらいで買いました。とってもこうソフトで柔らかくて、色が何種類かあってね、色によってはちょっと高く1000円以上、1500円ぐらいするのかな、あったんですけども、この色はちょうど1100円ぐらいだったような気がします。で、ちょうど GR3 がこう、僕ストラップをこの下の方につけてるので、こう入れるというよりはこう頭から入れて、で、ちょっとこう指が1本入るぐらいのゆとりがあるっていう感じですね。でこれ磁石でマグネットで止まるようになってて、で、まあ、カバンの中に入れるときはこのまま入れたりとかしてます。まあ するんだろうなと。まあ、家に置いとくときも、まあ、ほこりとかつくと嫌なので、使い終わったら必ずこのケースに入れるようにしています。でこれ1000円ぐらいなんですけども、実はその最初に買ったこれ GR3 ですね、 X じゃない方です、 GR3、 実はこれは、リコー GR の純正のケースを買いました。このケースは実はなんと、まあ、これマグネットで付くんですけども、これ7000円ぐらいするんですよね。まあ、でもせっかく GR3 を手に入れたから、じゃあここは純正で揃えとこうと思って、まあ、このケースを買いました。でこれも非常に本革で本当によくできていて、やっぱおしゃれですよね。しっかりとこうフィットするっていうんですかね、こう入れて、それあまりこう隙間なくピシャッと入りますね。で GR3X を入れるとちょっとこうやっぱりこうキチキチなんのかなっていう感じはします。まあ、一応これ、まあ、高かったんですけども、まあこれはこれで買っといた方がいいかなと思ってます。で今この夏の期間はですね、こう T シャツ1枚っていう時も多いので、あまりポケットがないですよね。でちょっとお出かけする時にそんな大きなバッグを持っていくわけじゃないので、まあ、スマホとこの GR と、であとは何なんだろう、交通系のカードか何かが入ればいいかなと。で最近よく使っているのは、まあ、よくあるこのコサージュっていう、コサージュ、なんだろう、ちょっと小さなカバンですね。本当にこう胸にピッとフィットするようなカバンです。でこの外側と、まあ内側はこうネットがある、こうちょっとこれ間ね、近すぎるねカメラとごめんなさい。でまあここ外側にはスマホを入れて、でここにこう GR ここ入れて、でもう胸にこうピタッとしてこう持ち歩いてるという感じですね。まあ、今日はいろんなカバンというか収納の GR をこうどうやって運んでんねんみたいなものを紹介させていただきました。今のところですね、まあ、この純正のやつはこれはこれで綺麗に取っとくということで、まあ、これはこれでいいんですけども、この1000円のこのなんて入れ物っていうのかな、ケース非常に気に入ってます。柔らかくて、でそう、まあ、色もいいですからね。皆さんにおすすめですよ。これメーカーとかよく分かりませんけど、Amazon で、まあ概要欄で URL 貼っとくかも分かりません。後で見といてください。はい、で今週も、ちょっといくつか撮ってきましたので、この後、30枚ぐらいかな、写真を白黒を混ぜて、出していきます。前回はですね、白黒というか白黒とカラーを混ぜてですね、で出していきますと。で前回はカラーはポジフィルム調だったんですけども、今回は、ネガフィルム調とネガフィルム調とポジフィルム調と両方2種類かな。であとは白黒は、ハードモノトーンだったかな、
になっていると思います。この後出していきますので、見ていただければありがたいです。では。